皆様こんにちは、ゆるオーガニックです。アイハーブ購入品紹介2箱分やっていきます。始めます。まず1箱目いきます。サプリメントを3種類買いましたので1つずつご紹介していきます。まず1つ目はネイチャーズウェイの亜鉛キレートですね。1日1粒のタイプです。これはキレートタイプなので吸収しやすくなってるみたいです。息子のコロナの治療で隔離生活をしていた時に亜鉛を取ってねっていう DM を本当にたくさんいただいて、こっちもねちょっともうまとめて紹介しよう。ビタミン D と亜鉛って免疫力アップにすごくいいじゃないですか。でこれは私いつももうコロナ禍からだからもう2年近くか、1日1粒必ず取ってます。4000以下ぐらいがいいみたいで、まあお日様に当たったりしてもビタミン D って体の中で生成できるから、私は 2000IU のものを1日1粒息子と一緒に取ってるっていう感じです。まあ息子はちょっとサボりサボりなんですけど。でこっちの亜鉛は吸収しやすく加工されているキレートのタイプですねを買ってみました。亜鉛は免疫力アップ、うつ状態の緩和、貧血にも効果があるみたいです。で、肌や髪の健康維持にもいいんだって。亜鉛は摂取すると胃が気持ち悪くなったりとか痛くなったりとかする方もいらっしゃるみたいで、空腹時っていうのはあんまり良くないみたいです。で食前でも食後でも取るタイミングはいつでもまあいいんだけれども、なるべく夜就寝前がなんかいいんだって。吸収していくのに調べたら貧血だったから鉄のサプリメントも買ったんです。で以前はナウのキレート鉄のを飲んでたんですけど、今回はなんとなくなんだけどソラレイのキレート鉄 50mg にしてみました。レビューを読んでて、ソラレイはタイムリリースのビタミン C とかも私飲んでるんですけど、このサプリも鉄剤に似たような感じです。鉄のサプリも飲むと便秘になりやすいとかこう胃が痛くなるとか言われやすいけど、このソラレイのキレート鉄はそうならないよっていうことがレビューでたくさん書かれてて、ナウの鉄サプリと並んですごく人気が高いみたいだったので今回はこれを買ってみました。漏れてる。どうして？おほー、漏れてる。はい、それからナウのオーガニック精油を2種類買い出しました。で以前から使ってて使い終わったので、こっちがリピートしたレモングラスで、こっちを初めてアトラスシダーを買いました。レモングラスは不安とかストレスで疲れた心によくって、とにかくね香りがすっきりしてるのがすごくよくって、リラックスとリフレッシュ両方の作用があります。で虫除けにもなるし、抗菌抗真菌作用があるので部屋で芳香してね拡散するのとかにすごく向いてると思います。はい、こちらアトラスシダーはねちょっとそのレモングラスみたいに分かりやすいいい香りっていう感じではないので、ちょっと混ぜるといい感じになるなっていうタイプなんですけれども、こちら鎮静作用があって、こっちもね不安とかストレスで疲れた心にいいですね。ベルガモットとかローズとかラベンダーとかそういう精油と混ぜるとすごくいいです。アトラスシダはね妊娠中の方とか NG なので、妊娠中とかさ持病を持ってるとか本当にいろんな禁忌があるので、アロマの精油を使おうと思ったらとにかく禁忌を調べてください。あと基本的には絶対素手で触ったりすることがないように、すごいパワフルなので塗る場合はそのキャリアオイルで希釈して使うようにしてください。次はこちらです。ヘリテージストアのアルカタイムマウスウォッシュです。アップルブランデー療法をねエイオスの中村香里さんに教えていただいた時にね、これもね一緒に教えてくださったんですよ。香里さんのブログ記事も貼っときますけど、アップルブランデー療法のエドガーケイシーが勧めている口の中をアルカリ性にすることによって病原菌に感染しにくくするという考えで推奨されている口の中をアルカリ化するマウスウォッシュです。ちょっと待ってね、香里さんが教えてくれた DM を探します。アルカタイムをコップに 1,2 センチほど入れて水で薄めてますが、というよりそれくらいじゃないと耐えられない。味とか匂いとかが結構独特なんですよ。だから原液で使えるようなもんじゃない、薄めてちょろっと入れて。ケイシー療法では腸内洗浄や膣洗浄にも使うくらいなので、体をアルカリにするためにコップの水に数滴垂らして飲んだりもするらしいです。病原菌などは酸性を好むので、体の中が酸性に傾くと病気になりやすく、特に口から入ってくるときは喉が大きなリンパ節なので、そこで一度菌と戦います。なのでアルカタイムでうがいをしてアルカリ性にするようです。とは言っても食べ物はバランスが大切で、酸性もアルカリも取った上でややアルカリ優勢にするのが良いそうです、っていう感じでね、かおりさんがね教えてくださったんですよ。だからコロナ対策の一つとして、これまゆみちゃん便にも以前送ったの動画出しましたけれども、我が家用もこれを買いました。ただねちょっとね本当に癖があるので、おえまずっていう感じの方もいらっしゃると思います。私は薄めれば全然大丈夫って感じだけど、全然大丈夫といううちに余裕だよって感じではない、まずと思いながらやってる。でも寝る前もこれでうがいして、外から帰ってきた時とかご飯食べ終わった後とか、うがいをする時にこれを必ず使ってるっていうのは、今のこのコロナ禍の状況の中ではすごくいいんじゃないかなと思います。 iHerb の商品説明のページにもエドガー・ケイシーのことが書かれているので、ぜひ読んでみてください。
一箱目の最後なんですけども使ってるんですが、トリロジーのリプレニッシングナイトクリームです。もうこれは本当に大好きでリピートなんですけれども、トリロジーは全部が可愛いよ。箱も可愛いし、スパチュラだってバンブー素材で可愛いよ。もう全部が可愛い。これ使い心地も本当によくって、私このクリーム大好きで扱い終わっちゃったと思ってリピートしました。待って、私最近欲しいクリームあるんですよ。アムリターラのライス&グレープクリームだったかな、なんかアムリターラのね、なんかちっちゃいセットをビープルで買ったら、すっすごいそれに入ってたクリームが使い心地が良くって、絶対現品買うと思ったんですよ。超思っていたんだけど、クリームがなくなったので、あ、トリロジーはリピートしておこうと思って買いました。トリロジーのリネンとかはすごい好きなんだけれども、使い心地が全部私好みかというとそうでもなくって、お化粧水とかさっぱりしすぎてるなとかちょっとあったりするし、クレンジング気持ち悪いなってあったりとかするので、全部が好きとは言い難いという感じなんですけれども、このクリームはめちゃくちゃ好きです。高保湿タイプで、自然派ナイトクリームで、独自成分ヒアルロン酸マルラオイルが配合されてます。夜用です。エシカルトレードの基準に従っていて、小じわは目立たなくします。動物実験を行っていません。遺伝子組み換え原料は不使用です。自然化粧品、バイオグロー認可です。オメガ3から6が豊富なマルラオイル、オリーブオイルを配合しています。アンチエイジング成分 CO9.10 と独自成分グリカブレンドも配合してます。自分のこの41歳という年齢からいくとね、クリーム何でもいいとは正直言えないんですよ。かといってめちゃくちゃアンチエイジングみたいな高級すぎるクリームもちょっと買うのしんどいなって思うんですけれども、ちょうどねこれ、5000円から6000円ぐらいか、今5740円ですからって考えたら、私にとったら割とちょっと頑張れば買える金額で、まあアイハブで買うとこれ1個でグッてプッシュされちゃうので、カートの中がこれが高いから他のものがたくさん買えなかったよっていうことです。はい、それでは2箱目いきます。じゃん、皆さんこれご存知ですか？これをもともと好きで購入されてた方からしたら、おい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 、ゆるオーガニックバラしてんじゃないよと思っちゃうんじゃないかなと思うんですけど、 I have 今ね、蜂蜜とか以外あんまりお砂糖系って買えないじゃないですか。これね、オーガニックの顆粒メープルシロップなんですよ。顆粒のメープルシロップです。シロップではないよね。メープルシロップのお砂糖状態になったものです。これめっちゃめっちゃ美味しくって、これすごく美味しいから、ぜひちょっとメープルシロップが好きな方とか、アイハーブでお砂糖的なの買えなくなっちゃったよねって思ってた方がいらしたら、ぜひ買ってみてください。あんまり安くはないけどね、2500円ぐらいなので、ただ 453g 入ってるので結構量は多めだと思います。 USDA オーガニック認定ですので、ぜひ興味のある方は買ってみてください。美味しい。次はこれです。パスタを2種類買ってみました。こっちがオーガニックのブラックビーンスパゲッティで、こっちがチッカピーですので、ひよこ豆のペンネみたいなパスタですね。こっちはほらブラックビーンだから黒いです。両方ともグルテンフリーなんですよ。グルテンフリーのご飯を作るために買いました。グルテンフリーのパスタね、美味しいって思うのはあんまり体験したことない。まあまあまあ普通のパスタの方が美味しいけど、まあ我慢しよみたいなレベルのものばっかりしか私食べたことないですけれども、こっちはねそういう感じなんじゃないかなっていう予想してるんですよ。ただ黒いパスタとかおしゃれなのできそうで思ってる。私ひよこ豆好きなのでこっちはちょっと期待してて、これは美味しいんじゃないんですか。 I have cooking をやりたいんですけど、 I have cooking がいかんせん動画が伸び悩む私のお料理動画見たい人が圧倒的に少ない。まあでも時々さ、私はゆるさんのどの動画も好きだけどお料理動画が一番好きなんですって言ってくださる方がいらっしゃるんですよ。だからね、 YouTube からね、この動画は視聴者が関心を持っていませんみたいなさ、もういつもガミ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 、誰も見てないよこの動画、人気ないよって言われるんだけれども、そんなことないよ、お料理動画が好きって言ってくれる人が今日一人いたよみたいな気持ちでやってますので、どうでもいいなって思ってた方もいらっしゃるかもしれないけど、 I have で買ったものを実際使うとこんな感じになるんだなっていう参考程度に見ていただけると嬉しいです。あと私お料理作った後に後半は食べながら喋るっていうスタイルでやるようにしてますので、ぜひ見てください。次はこちらです。オートミールをね買ってみました。前回の極厚ロールか、あれとは違って普通のタイプなんですよ。だから違いがあるのかなと食べ比べてみたくて買ったって感じです。極厚ロールオーツよりちっちゃいサイズで、これはオーガニックですけれども、多分グルテンフリーのもあると思うんですけど、これはグルテンフリーじゃないから、息子にこの間ロールドオートミールご飯みたいなのを食べさせてみたら、まあ、食えるけど別に飯の方がいいけどって言ってましたけども、私は結構オートミールハマっていますので、食べ比べという意味で今回はこちらを買ってみました。
次はこちらです。なんだった？プラントボスのプラントクランブルス。これは大豆ミートみたいなことなんだろうけれども、大豆ミートじゃなくって大豆は使われてないんですよ。オーガニックイエローエンドウ豆から作られた代替肉ミンチ。1万%ミートフリーって書いてる。1万%。油とお水とフライパンがあればできるよみたいな感じで書いてるから、これもちょっとお料理で使ってみようかなと思ってます。大豆ミート以外の家でこういう乾燥させたのを戻して使うみたいなお肉の代わりみたいなものって大豆ミートしか食べたことないと思うので、これもちょっと挑戦してみようと思います。次はこちらです。オーガニックアンバーハニーです。マダバのね、これが買いたかったわけではないんですよ。いいんですけど、その蜂蜜にめちゃくちゃこだわりがあるっていうことではないのでいいんですけど、他の蜂蜜のメーカーのも全部蜂蜜が売り切れで、唯一これしか残ってなかったんですよ、オーガニックのものが。すっごい顔の印刷が雑な気がするんだけど大丈夫？このクマ。アイハーブって最近すっごく在庫切れにすぐなるようになってますよね。これ何なんでしょうね。はい、食べ物最後です。ドライオーガニックの with チョコレーティーカカオ。ちょっと久しぶりです、こういうの買ったの。こういう感じで入ってます。ちょっと食べてみます。いただきます。おいしい。これはね、チョコが結構ほろ苦くってチョコが少なめなのでそれがいいと思う。チョコがマンゴーに対してこうやってかけたらチョコどっぷりって感じじゃないので、あ、おいしい。チョコがちゃんと苦い。 USDA オーガニックで 100% ビーガンです。はい、でこの洗剤はいつもリピートしてるので詳細は省きますけれども、今回はレインを買いました。私ね、自分の洗濯と息子の洗濯分けてて、自分の洗濯はこっちでやってるんですよ。で息子の洗濯は匂いが取れないから普通の市販の洗濯洗剤でやってるんですよ。本当は息子のことも環境洗剤とか優しい洗剤で息子の服も洗ってあげたいけど、やっぱね、思春期の男の子の汗とか汚れの匂いって頑固で、こういう優しい洗剤で洗っても全然落ちないから、もう日本の強力な洗剤でジャブジャブ洗っちゃってます。これが私の生活のリアルです。次はこちらです。知ってる？これ私初めて買ったんですよ。いや、これ皆さん持ってますか？ちょっとかわいい。使ってみたいんですけど、私見つかったんですけど、なんか使えるやつあるかな。ちょっとお風呂場に、お風呂場に行かずとも、これでいい。はい、私の大好きなアルジタルのカモミールクリーム、これをこうして、うわーこう。はい、ピント合ってた。今意味わかりました？こういうものなんです。チューブスクイーザーってもの。これ自体が金属でプラスチックじゃないんですよ。なんとも言えないくすんだ色しててすっごく可愛いです。これ良くないですか？すごくいいやんと思って、すごくいいやんと思って見つかりました。次はこのソイアロマキャンドルをまたリピートしました。リピートって言ってもまた違う香りを買ったんですよ。今回はメディテーションって書いてる、これはパチュリー&フランキンセンスだって。好きな組み合わせきました。こっちはリラクジング、ラベンダー&タンジェリン。こっちも好きな組み合わせ。またシールがベアって貼ってあるもん。シールベアって貼る人はすっごい物とか置くときもギャンって置いたりする人やないっていう気持ちがしちゃう。ちょっと嗅いでみます。あー、ほんとや、メディテーションって感じ。これはヨガの時とかにすごい良さそうな気がする、瞑想する時とかね。でこっちの、あ、こっちシールしてないやん。意味不明、こっちシールしてなかったんですけど。あー、こっちはタンジェリン感がすごい強い。前回買った2つはもう使い終わった、好きすぎて。次はこちらです。ホワイトセージを買いました。久しぶりに買ったよ。サイズがね、3展開ぐらいあったと思います。私は真ん中のサイズ買ったのかな。ホワイトセージ使ったことがないっていう方は一番小さいサイズとか使ってみられるといいかなって思うんですけど、ちょっと開けてみる。はい、こういう感じです。ホワイトセージ浄化アイテムですね。このまま火をつけてメラメラといくけれども、振ったりとかするとフッフッってすると火消えるので、その後じわーっと燃えながら煙がポワーッ
って出るので、こうやって空間の浄化とか持っている石ですね、天然石とかの浄化とかアイテムの浄化とかをこの煙にこうくゆらせてやるのもいいし、このまま使うのちょっと怖いなって思う方はこっからこういう感じで葉っぱをちょっともうこれをほどいたりして取って、その葉っぱ1枚だけにこう火をつけて葉っぱ1枚分だけが燃えるっていう感じにしてもいい。メラメラ燃えてるところが使い時なんじゃなくて、火が消えて煙がわーって出てる、その煙が浄化の煙になるっていうことだから、メラメラ燃えてるのは最初だけでいいっていう感じです。だからこの塊のまま行ってもいいし、ほどいて葉っぱにしちゃってもどっちでもいいっていうことです。パロサント最近好きで使ってるけどね、パロサントもね使うようになったらやっぱ空間浄化するとすごく気持ちいいなって、最近そしてヨガ頑張ってるからさ、ヨガやってる時にパロサント炊くと気持ちいいなって思うけど、やっぱりパロサントが世界中で人気が出すぎてパロサント取られすぎてすごく減っちゃったりとか、こう環境的にね問題視されてる背景もあるみたいなので、パロサント手に入れたものは大事に使う。そしてむやみやたらに流行ってるからパロサントってならなくても、パロサントのおかげで浄化の気持ちよさを思い出して久しぶりにホワイトセージを買いました。私はね結構そのまま火をつけてフッフッフッって消しちゃって、ふわーっていくの、このまま家の中を持って歩いたりとかする。だけど結構うまくその火がついて結構な量の煙が出るんですよ。うち団地だから天井も低いし、火災報知器とかが反応するんじゃないかって怖くなるぐらい煙出たりとかするので、あんまりにもモクモクいってるって思った時は水道水とかでジュッてやって消しちゃってもありですよ。これはでまた置いといたら乾燥してまた火をつけれるようになるので、うわ燃えすぎたとか思った時は迷わず水でジュッてやっちゃってくださいって、私はそうやって使ってます。最後はこちらです。ファミサのオーガニックフェイスマスク、韓国コスメです。ハイドロゲルマスクで、これがフルーツで、これがシードで、これがフラワーですね。フラワーは使い終わってます。ナイトスキンケアの動画で使いました。でこっちはまだ使ってませんので入っております。これはね私はすごくいいおすすめだよとは言えない。1個700-800円するマスクって結構それなりにいいマスクのお値段じゃないですか。だからやっぱり使い心地がいいものの方がいいでしょ。ナチュラルのマスクしてるなっていう香りとか、ゲル特有の肌がブチューっとこう潤うようなあの感じは味わえるんだけれども、ものすごくその後ボロボロがなんか顔に残ってすごいっていう感じだったので、なんか手放しにすごく良かったよっていうのは私は言えないけど、かといっていや全然ダメ悪いって感じでもないので、あの興味のある方はっていう感じでした。ということで今回の iHerb 購入品紹介はこれで終わりです。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。